こんばんにゃ、キャットちゃんです。ちょっと、冬眠していました。また復活するから、よろしくね。今日は、鉛筆と消しゴムで書きます。はい、それでは、行ってみよう。まず、ここに、主役の、いちごちゃんを書いていくよ。こうやって書いたらば、今度は、いちごちゃんの、ヘタを書くよ。いつものように、顔を書いてしまいます。てん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 。てん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 。てん。今日はちょっと遊び心で、キャットちゃんも描いていこうかな。こうやって描いたらば、キャットちゃんのお耳を描いて、キャットちゃんのお鼻を描いて、口を描いて、ちょっとこっちは大きめに描いておきます。お目目を描いて、いちごちゃんを見ているような感じで、お目目の赤を塗っていきます。ウィンクしてるよ。いちごちゃん食べたいみたいね。今日のキャットちゃんは座っているんだけど、手をまず書いて、で、体はこう、で、足が出てきて、肉球が見えるから、こんな感じかな。隣側の足もこうやって書いて、そして向こう側のお手手を描きます。キャットちゃんたちどこにいるのかな？そう、キャットちゃんたち。雲の上にいたのです。そしたらば、あれ？あれ？なんか出てきたよ。そして、あれ？あれ？あれ？サップかな？なんと、キャットちゃんだし。カップケーキになって、いちごちゃん、いちごカップケーキの上にいたんですね。で、スプレーも、こうやって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 、キャットちゃんのおひげも大胆に描いて、キャットちゃんの頭も、ハートも描きます。そしたら今度色塗っていくよ。色塗りはまず、いちごから塗ろう。いちごちゃんから塗ります。こうやって。大胆に塗って大丈夫だからね。こんな感じでいちごちゃんを塗っていきます。いちごちゃんの下のヘタも塗っていきます。
で、ここに隙間があるから、ここはキャットちゃんの尻尾を描いていこうかな、こうやって。キャットちゃんの尻尾も描いていこう。で、キャットちゃんの尻尾の色も、今日は鉛筆で塗っちゃいます。鉛筆で塗っちゃいます。主役がかけたから、キャットちゃんの脇役も描いていきます。そして、キャットちゃんの舌もペロンと出てますね。ペロンと出てるし、キャットちゃんの耳と、何も描いちゃおう。そして、この色を、ふわふわの、カップケーキを、描いたらば、スプレーを、スプレーをこんな感じで塗っていきましょう。好きな色で塗っていいと思うよ。で、カップの色はこういう感じで、ところどころ、こうやって入れてあげると可愛いよね。そして全体的に見てちょっと色が薄いなと思ったので、こういうペンを使って、この上から色を塗ります。ちょっと色を刺す感じでいいので、こういうちょっと白いとこが残っても可愛いと、可愛いよ。でね、ヘタのところもちょっと、少しこう。で、キャットちゃんの、ラインやのね、キュッとかも、こうやって細かいペンで描いてあげると、いいかもしれません。お腹もちょっと色がくすんじゃったので、こういうスプレーのところも、ちょっとこう、より鮮やかになっていいかな。キャット、カップケーキなんだけど、カップケーキ、カップケーキなんだ。出来上がり。だけど、キャットが乗ってるから、これを、A を逆さまにした感じで、こんな風にしましょうかね。A が逆さま。こんな感じで。こんな感じで。こんな感じにして、見ました。
まあ、ここにもハートが出てるんだけど、ここにもハートをつけて、で、このハートのところは結構濃く塗ってあげてもいいと思います。こんな感じで描いて、ここの周りにちょっとちょこっと模様をつけてあげます。かわいいかもね。こんなふうに細いピンかなんかで上からなぞってあげてもかわいいね。そしたら次はカップケーキの色を塗ろうかね。優しく塗り重ねていくといいよ。この辺の色をこうやってカップケーキの色をこうやって塗ってあげましょう。こういうふわっとしているところは芯がなくてもこれで十分。ちょっと濃く描いてあげた方が。出来上がりです。やってみてね。最後までご視聴いただきありがとうございます。いいね評価やコメントお待ちしております。よろしければチャンネル登録を忘れずにお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイニャラ。